ではですね、農地法ということで、まあ、農地法はですね、試験に出る範囲内はそんなに難しい科目ではないです。で、まずですね、まあ、大前提としまして、農地法って何ですかっていうことなんですけど、まあ、冒頭のね、ところでちらっと、ご説明したんですけど、要は、農地から農地に移す。もしくは、農地から宅地に変更する。ね。で、農地から農地に移すっていうのはあれですよ。名義が変わるってことですね。A さんが持ってる農地を B さん名義の農地に変えますよとか、あとは A さんが持ってる農地を A さんの名前で宅地にしますと。まあ今持ってるね、農地をただただ自分が住むような家にしたいとかっていうことですかね。で、A さんが持ってる農地を宅地に変えて、かつ名前も B さんに変えますよと。いうような、この3パターンにおいて、まあ届出が必要ですとか、許可が必要ですっていうふうなね、内容になってます。で、何のためにあるかっていうと、要はですね、この農地って、まあ国にとってみれば、かなり重要な財産なんですよね。極端な話ですけど、農家の人が一切の農、ね、その農業をやめてしまうと、まあ国のね、自給率っていうのがすごい下がっちゃうわけなんですよ。なので、もし例えばですけど、この農地から農地、A さんという方が農地持ってました。これを B さんに移しますよ、みたいな話の時って、この B さんがね、ちゃんと農業を経営できるかどうかみたいな、そういったところを見たりするんですよね。なので、B さんちゃんと農地やっていけるの?っていうようなことが聞かれたりとか、あとは、農地から宅地にするんであれば、ポン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 それを許しちゃうとね、例えば農地って、まあ、やっぱり比較的宅地に比べて値段安いですから、一定のエリアの農地全部回収して、買い取ってね、業者が。で、それを宅地にして開発して売りますみたいなことがバン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 起こっちゃうと、さっき言ってたようにね、自給率下がってきちゃいますんで、ですんで、まあそこにある程度制限をかけているというような内容になります。ですんで、まあ新しくね、その農地が経営できるかどうかと、あとは、まあ宅地に変えるんであれば、まあそれをね、一応ちゃんと申請して、で、許可をもらってねっていうのが、この農地法という、まあそういった法律になってきます。で、ではですね、具体的な内容、ちょっと上の方を見ていっていただきたいんですけど、まず、農地法は3条、4条、5条っていうね、2つに、ごめんなさい、3つに分かれています。で、まず3条。3条はね、すごいイメージつきやすいんじゃないですかね。農地 A さんっていうね、これ A っていうのは人ですからね。農地 A さんが、農地を B さんに売却しましたというような内容です。この場合、農地法の3条というものに接触してきます。ですので、まあ3条の許可とか届出がいりますよっていうことなんですけど、まあその詳しいお話はね、また3条、4条、5条は後々説明していきますんで、まず3条っていうのがどういうケースが該当するのかっていうのをしっかりと押さえておいてください。で、次ですね。次が第4条ということで、農地法の4条なんですけど、4条っていうのは農地 A さんが持ってますよと。それを宅地に変えますと。名義は A さんのままです。で、ちょっと法律的な言い方すると、権利移動がないってことですよね。A さんのままですから、あくまで現状、農地なものを宅地に変えますよっていうだけなので、それだったら、まあ、この4条っていうものに該当しますよと。で、次、第5条、農地法の5条ですね。農地法の5条に関しては、今 A さんが農地持ってます。それを宅地に変えて、さらに名義まで変わるってことです。なので、農地が現状だったのが宅地に変わって、さらに A さん名義だったのが B さんの名前になるよ。こういった場合は5条が、今回の、まあ、接触する法令になりますというふうな内容です。で、じゃあ具体的な内容ですね。じゃあどういう、この法律に接触したら、じゃあどういうことになるのかというようなことをちょっとね、お話ししていきます。まず、3条の場合ですね。3条、農地から農地なんですけど、名義が変わった場合。これに関しては、基本的にまあ許可権者って言われるのは農業委員会になります。で、農業委員会が、まあね、その許可をしたときに、よし、じゃあ君でもいいよ、ダメだよって言うってことなんですけど、覚え方としては、さっき言ったように、これって、農地から農地ってことは、新しくね、その農地を持つ人が、農地をやる能力があるかないかを判断したいんですよ。ですんで、都道府県知事じゃないんですよね、これ。都道府県知事よりかは、農業委員会の方の方の方が、やっぱり現状詳しいわけですから。まあ、現場を知ってるといえばね、そういうことになってきますんで、ですんで、農業委員会が許可権者になってます。で、これが、後々でも出てくるんですけど、市街化区域内であっても許可がいりますよっていうことですね。で、まあ、ちょっとね、ここ今さらっとにしておきます。下の方でね、市街化区域内の例外っていうのを説明した上でもう一回3条見てもらえれば、もうちょっとね、イメージつくと思いますんで、3条っていうのは、あくまで農地から農地に移して名前を変えるとき。なので、結局は農地のままだと。
じゃあ名義が変わるんだから、もちろんその人に農地を経営する力があるかどうかを見たいから、都道府県知事じゃなくて農業委員会が許可権者になるというふうなことで覚えておいてください。で、次が4条ですね。4条は先ほど言ったように農地から農地以外に変えるってことです。ですので名前は変わらないんですね。で、この場合だと許可権者っていうのは都道府県知事になります。要は最初はもう農地じゃないわけですから、まあ、一般的には絶対宅地にすることがほとんどなんですけどね。なので、これの許可権者っていうのは都道府県知事になりますよと。で、ここにね、市街化区域内の例外っていうのが載ってきます。市街化区域内の場合は農業委員会に届け出をすれば許可がいらないんですよ。ね、市街化区域内の場合は農業委員会に届け出をすれば許可がいらないという、まあそういったちょっと特別ルールがあります。で、これもね、このまま覚えるんじゃなくて、なんで市街化区域内だったら届け出でいいのかっていうふうなことを覚えておいてもらえればいいんですけど、市街化区域内って、まあ、要はですね、もう多分都市計画法のところでやったと思うんですけど、どん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 ね、市街化にしていこうよと、街を作っていこうよっていうようなエリアなんですよね。まあ、それにね、反対っていう感じではないですけど、まあ、市街化調整区域はね、市街化を抑制する。要するに畑とか田んぼだよみたいなね、そういった話をしたと思うんですけど、要は市街化区域内っていうのはどん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 街を盛り上げていこうっていうエリア。なんで、農地を宅地にするのウェルカムなんですよ。ぜひぜひやってくれっていうことなんですよね。なので、届け出でいいんですね、この場合だと。で、届け出先はじゃあどこかっていうと、今現状が農地なわけですから、農業委員会に届け出をしてねと。農業委員会に届け出さえしてくれれば、都道府県知事の許可はいらないよっていう、市街化区域内の例外があります。ね、なので、3条の場合は、市街化区域内であっても許可がいるっていうのは、要は農地のままなんでね。農地のままなんだったら、いや、農地を経営する能力は見ますよと。ただ、宅地にするんだったら、それはもうね、市街化区域内ウェルカムなわけですから、届け出でいいよというような内容ですね。で、次が5条です。5条。農地を宅地に変えて名義まで変わる。まあ、権利移動があるっていうことなんですけど、この場合だと、許可権者は都道府県知事になります。で、市街化区域内だったら、農業委員会に届ければ許可不要と。まあ、要するにですけど、4条も5条も一緒なんですよね。内容としては一緒なんですけど、なんで、よく出る引っ掛けパターンとしては、3条と4条を引っ掛けてまず出されることが多いですね。例えば、3条で市街化区域内だったら、農業委員会に届け出すれば OK だよねとか、4条の許可権者は農業委員会じゃないですかとかね。で、3条の許可権者は都道府県知事じゃないですかみたいなことをよく聞かれます。なので、まあ、ここの3、4、5っていうのが、まずその問題を見た時にね、3条が該当するのか、4条が該当するのか、5条が該当するのかっていうのをまず認識できるようになってください。この上の図がね、もうポンと出てくればすぐわかるんですけど、なので、まずこの3条、4条、5条っていうのが、まずどれに当たるのかっていうのを最初に確認する。で、その後に基本的には届け出がいるよと。ごめんなさい。基本的には許可がいるよってことですね。じゃあ、許可権者は誰っていうと、3条は農業委員会、4条、5条は都道府県知事だよと。で、市街化区域内だったら例外の規定があるよと。それは4条、5条にしかないんだけども、農業委員会の届け出でいいよっていう。ね、農業委員会と都道府県知事がね、たくさん出てきますんで、ごっちゃにならないようにしておいてください。で、悩んだ時はですね、もうこれを覚えるっていう感覚じゃなくて、なんでここに申請するのかっていうところをさえ押さえておいていただければ、そんなに迷うことないんですよ。ね、3条だったら農地対農地なわけですから、農地っていうのはっていうような、僕が説明した内容がちょっとでも頭に残ってれば、え、それだったらと、許可権者知事じゃないよねって、農業委員会の方が詳しいんじゃないのっていうふうなことがパッと出てきてくれればね、もう本試験でも全然問題解けますんで。ですので、この3、4、5ですね。この内容をしっかりと把握しておいてください。はい、でですね、再送放牧地って言われるワードがね、ちょっと出てくるんで、再送放牧地って何っていうと、まあ、一応、文字上で読むとね、耕作などを行い、まあ、牧草を再送するような、ごめんなさい、再送でいいのかな、これ、再送するような土地。まあ、牧場のですね、餌場所のようなものっていうふうなね、まあ、そういったふうな感じで表現してるんですけど、まあ、牧場の餌場所のようなものっていうのでもう大丈夫なんですけど、再送放牧地っていうのは、要は牧場の大体横にあるような土地なんですよね。で、そこにですね、牛さんとか羊さんとかね、ちょっともうそこまでこれは詳しくないんで、ちょっとわからないんですけど、まあ、牛さんとか多分そういうのを飼ってはるんでしょう。
で、それとは別のエリアでですね、ご飯を貯めるためのですね、草を生やしてる場所があるんですよ。これが再生放牧地って言われるようなところです。ですんで、ちょっとね、農地とは違うし、だからといって、この牧場ともちょっと違うよっていう、この再生放牧地っていう特殊ワードがあるよっていうのを覚えておいてください。で、じゃあこれがどういうふうに絡んでくるかっていうと、4条の場合のみですね。4条の場合のみ。要するに農地を宅地に変えるよっていう話なんですけど、再生放牧地に転用する場合は許可っていうのがいらないよっていう、ちょっとした特殊ルールがあります。ね、再生放牧地に変える場合は、許可はいらないというふうな内容です。一応あくまでさっきの例題は4条5条は一般的に宅地にすることが多いので、例題的に宅地ってやってるんですけど、厳密に言えば農地以外の転用なんですよ。なので、例えば農地を墓地に変えますっていう場合でも、もちろん許可いりますし、農地を例えば工場用地にしますとかね、学校用地にしますとかね、境内地にしますとか、境内地ってお寺とか神社の、土地のことを言うんですけど、そういった土地にする場合でも、この許可とか、さっき言ってた市街地区域に届け出っていうのはいるんですけど、ただし例外として、4条の場合に限り、再生放牧地に転用する場合は許可がいりませんという、ちょっとした特殊例外ありますんで、ここだけちょっとね、例外規定として押さえておいてください。で、あとですね、例外規定として、農地で 2R 未満。まあ、2R 未満っていうちょっと聞き慣れない数字だと思うんですけど、まあ、2R 未満を農業用の設備にする場合は許可がいらないというふうなルールになってます。で、農地を農地用の設備にする場合、まあ、2R 未満っていうふうな数字の縛りはあるんですけど、この許可はいらないよというもの。あとは、国、都道府県、市町村が取得する場合。これに関しては、この2つに関しては、3条でも4条でも5条でも許可がいりません。まあ、厳密に言えばね、農地を農業用の設備にするってなってくると、農地以外になる可能性もあるんですけど、まあ、農地のまんまの場合もあるんですよね。その扱い方によると言いますか、これはちょっとまたね、不動産登記法とかの話にもなってくるので、ちょっとまた脱線しちゃうんですけど。なので、まあ、3、4、5全部に共通して言える例外だっていうので覚えておいてください。まず、農地を農業用の設備にする場合。まあ、結局ね、農地、現状農地なわけですから、それを農業用の設備にするんだったら、わざわざその許可なんかいらないよってことですね。で、あとはですね、これ結局、ね、誰が許可するのっていうと、国とか都道府県とか市町村なわけですから、まあ、基本的にはね、都道府県知事なわけですから、まあ、言ったらね、一つの括りにまとめちゃった国なわけなんですよ。ね、国がいて、その後に都道府県がいて、市町村がいてっていうね。で、ここの辺りのことを地方自治体とか言ったりしますけど、要は、お国さんですよね。行政がやるような取得。なんで、言うたら国がね、おかしな話なんですよ。それも考えれば。例えばですけど、国が農地取得します。それに都道府県知事の許可がいるっていうのがすごい変なんですよね。国で都道府県知事より上なはずなんですよね。なので、そういった行政が手に入れる場合はいらないよというふうなルールです。まあ、ここはね、わざわざそんなに覚えなくても、まあまあわかると思うんですけどね。こういう例外規定をまず3つですね、押さえておいてください。4条の場合は、再生放牧地の転用の場合は許可いらないよ。で、農地、2R 未満という縛りはあるけれども、農業用の設備にする場合は許可がいらない。で、国、都道府県、市町村が取得する場合、まあ、お国さんですね、行政が取得する場合はいらないよというふうな、この3つの例外があります。で、あとですね、もう1つ、例外をご紹介しておくと、土地収用法により収容される場合は許可がいりませんというふうなね、ちょっと特殊な例外があります。で、土地収用法ってなんだよっていう話なんですけど、まあ、土地収用法によって収容される場合はいらないって覚えてもらってもいいんですけど、土地収用法何かっていうのをちょっとでもね、知っておくと、まあ、覚えやすいので、ちょっと軽く説明しておくと、要は土地収用法っていうのは国が土地買いますってことなんですよ。で、それと同じようなお話です。ですので、要するに国が買うってことなんですけどね、結論で言うと。ただ、名目上、土地収用法によって収容されるっていうふうな表現をされます。昔ですね、ちょっと問題になったのがあって、あ、これ試験には出ませんからね、試験には出ないんですけど、成田空港か、成田空港にある土地をですね、まあ、売ってくださいっていうことで、国側がね、いろんな人にお願いをして、で、空港なんで莫大な土地がいるんですよ。で、そのエリア一帯を買い取りますっていうので、ね、着々と買い進んでいったんですけど、中にはですね、どうしても売りたくないっていう人間が出てくるんですよ。で、そうなった時にね、この空港の大きいど真ん中に家あったら困るんですよね。
ね、まあ、その人としてはどういう意図なのかまでは、ちょっと僕もね、昔見たニュースではわからないんですけど、まあ、国と戦いたいのか、もしくは値段が上がるのを待ってるのか、もしくはただの変わり者なのかっていうね、まあ、変な人いっぱいいますから。なんでそういうことなのかなとか思いながらね、見てたんですけど、そういった時にこの土地収用法っていうのが使われるんですよね。国が法律に基づいて強制的に買い取りしますと。で、ですんで、まあそういった時にこの土地収用法っていうのが使われて収容されてしまうと。なんで要は国が買うってことなんで一緒は一緒なんですけど、ただこういう法律に基づいて収容される場合っていうのも許可がいらないよというふうな例外がありますということです。まあ今の話は試験出ませんので別に覚えなくていいんですけどね。へえと思っておいてもらえば結構です。はい、ではですね、平成27年の問いの22、直近のね、試験の問題ですね。農地に関する次の記述において、農地法の規定によれば正しいか誤りか答えよということで、まあ、丸か×かということです。市街化区域内の農地を耕作の目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、法第3条1項の許可を受ける必要がないというような問題ですね。まあ、法3条1項って要するに農地法の3条ということですね。農地法の3条の許可いるかいらないかっていう話です。ね、市街化区域内の農地を耕作の目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出ればの、法3条1項の許可を受ける必要がない、丸か×かというようなことですね。まあこれね、まずね、3条なのか4条なのか5条なのかっていうのをまず判別してもらって、でそれでもし3条に該当するんであれば、もしこれがね、4条5条の該当だったら、そもそも3条の許可なんかいらないよって話ですからね。4条5条に該当するんだったらいいんですけど、もし3条に該当するんであれば、じゃあ3条のね、内容、届け出でよかったかな、許可でよかったかな、相手誰だったかなっていうのをね、思い出していただければ、まあ問題としては回答できるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、回答の方いきますね。動画のご視聴ありがとうございます。下の概要欄の方にですね、私のホームページと、あとは1日3問、まあ宅建業法と法令上の制限の民法と、まあ、毎日ですね、3問の、問題を出題させていただいている LINE と Twitter もありますので、よければ一緒に見てみてください。でですね、本講義を受けられた方に関しては、こういった広告は一切なしにですね、ご視聴いただけますので、よければですね、本講義の方もぜひご購入お願いいたします。それでは皆様、宅建試験頑張っていきましょう。はい、×ということで、市街化区域内で農地を耕作目的で取得する場合、法3条1項の許可を受ける必要がありますよということで、まあ、先ほど説明した通り、農地から農地なんですよね、これ。農地から農地で名義が変わるっていうお話なんで、市街化区域とか関係ないんですよ。結局、農地ですから、今は。ね、今はっていうか、その名義が変わった後も農地なわけですから。なので、市街化区域内の、緩和制限っていうのは特にないよっていうことです。4条5条だったら、農地からね、結局農地以外になってますんで、それだったら緩和してもいいよっていうお話だったんですけど、ただ、今回の場合は市街化区域内であっても農地から農地なんでね、この場合だったら法3条第1項のね、許可を受ける必要があると。ちなみにこれ許可誰がいるかって、パッと出ますかね。もうさっき説明したんですけどね、誰の許可か。これ農業委員会ですからね。なんで農業委員会だったかって覚えてます？そうそうそう、そういうことです、そういうことです。なんで農業委員会かっていうと、要は今農地から農地に名義が変わるので、この農地を経営する力があるかどうかを見たいっていう話ですよね。なので、都道府県知事じゃなくて農業委員会だよってお話をね、させていただいたと思います。はい、それではですね、前半の講義は以上とさせていただきます。皆様お疲れ様でした。